皆様こんにちは、函館 YouTube です。本日は走っているのはこちらは赤川通りですね。赤川通りを登ってどこに行くかと言いますと、メガドンキに行こうと思います。そうです、元長崎屋のメガドンキホーテで、何しに行くかって言いますと、本日実はですね、2023年の1月の31日です。早いもんですね。1月31日でなんとメガドンキにあった、長崎屋の頃からあったお店なんですけど、そのお店が閉店するということで、ちょっと悲しいなって思って、でも歴史に残しておきたいなっていうのがあるんで、今からちょっと行こうと思います。そこのお店はオープンしてから15年かな、15年ほどやって、今回、どういう事情かはわからないんですが、お店を閉店するということになって、今日が最終日です。でなかなか行けてなかったので、本当にずっと行ってないな、何十年行ってないな。顔は出したりはするんですけど、食べるっていうことがなかなかなくて、今回もう最後ですからね、せっかくなんで行こうと思います。メガドンキホーテ自体の店内の撮影がいいのか悪いのかちょっとわからないので、店内の撮影は控えておきます。こちらがゆで揚げ生スパゲッティポポラマーマです。ポポラマーマはショーウィンドウにメニューが飾ってあって、色鮮やか、見やすいですね。昔から変わらずメニューがたくさんあります。生パスタ、ピザ、バゲット、サラダなどなど。そして今回こちらですね、閉店のお知らせ、ポラマーマ函館三原店をご利用いただきありがとうございます。誠にかけながら当店は令和5年1月31日をもちまして閉店することとなりました。なくなるのはとても悲しいですが、でもこうして YouTube で動画としてね、残してみんなの記憶に残ればいいかなと思います。懐かしい。食べるの何年ぶりだろう。いや、そうかもね。ね。食べてはこなかったもんね。そう。お仕事の帰りの前に。ですか、じゃあカルボナーラを。鉄板です。鉄板です。はい。ですか。ドリンクはよろしいでしょうか。ドリンク。飲みます。はい、かしこまりました。ドリンク、いきます。何がありますかね。あ、いいですよ。ドリンクバーなんで。あ、自分、あ、そうだ。そうでした。自分で取りに行くやつだ。はい。はい、わかりました。はい、行きます。よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあ、ドリンクお水、お願いします。はい。では、ドリンクを取りに行きましょう。ではメニューを見ていきます。最初に書かれているのが美味しさへのこだわり、素材の美味しい野菜をギュギュッと、野菜たっぷりヘルシーメニュー、生パスタと相性抜群のこだわり本格ソース、生卵は全てヨードラン光を使用、香り豊かな吊るしベーコンなど。サラダメニューはポポラさんパワーサラダ、シリアルシーザーサラダ、国産ハーブ鶏とアボカドのサラダ、サラダの種類がたくさんあります。ルッコラサラダ美味しそう。サイドディッシュ、カプレーゼ、ローストビーフ、タコのマリネ、エビとアボカド、ポテトとチーズオーブン焼き、ソーセージ、アサリの酒蒸し。こちらがバゲットですね。ガーリックトースト、シナモン。ピザはマルゲリータ、ビスマルクピッツァ、リベリコ豚のサラミピッツァ、たっぷりチーズピッツァ、蜂蜜がけ。こちらピザの種類もたっぷりあります。トマトソースのパスタ、欲張りアラビアータ、ナスとつるしベーコンのアラビアータ、カマンベールソーセージ、エスカトーレと、トマトだけでも種類がたくさんあります。人気のカルボナーラ、こちらはクリームソースのパスタですね。レッドカルボナーラやワタリガニのトマトクリームと、結構本格的な味のものもあります。あとはペペロンチーノですね。ボンゴレビアンコや、
とこちらはジェノベーゼもありますね。バジルソースとペペロンチーノを合わせたジェノベーゼ、サラダとほうれん草、つるしベーコンの醤油、和風ですね、醤油味やポン酢味、あとはたらこ、そしてスープパスタ。こちらのスープパスタはスープの量が本当多くてすごくお得感があります。で、子供や年配の方に喜ばれるハーフサイズの種類も豊富で、ポポラマーマが人気だったのがよくわかります。美味しい生パスタをいつももっと。ポポラマーマの生パスタは茹で時間が3分くらいで、もちもち食感が売りです。ただ一つ気をつけなきゃいけないのが、出来上がったパスタをすぐに食べないと、せっかくの持ち味であるそのもちもち感とか失われてしまいます。なので、お客様が電話とかで席を外している間に出来上がってしまうと、戻ってきた時に時間が経ってもちもち食感が失われてしまいます。そういう時に一声かけてくださいという意味で、ご満足いただけない商品は作り直しいたしますということだと思います。手元だけ写し YouTuber だからね。そうです、カルボナーラ。カルボナーラ何年ぶりだろう食べるの。そう、遊びには来るけど食べてないから。そう、あ、こんな感じだったっけ。いや、前温泉卵、卵が違う。あ、そうなんだ、うん、前さ、温泉卵だった。あ、そうだそうだ、うんうんうん、そんなヨーロッパ旅してるから、もうちょっと違う。ヨードラン光と吊るしベーコンのカルボナーラ850円。昔からこちらの商品がずっと人気ナンバーワンでした。それではいただきます。ポポラマーマのカルボナーラ、やはりポポラマーマといえば生麺、もちもちの麺ですね。先ほども言ったんですが、茹で時間がだいたい3分くらい。これ3分っていうのが、だいたい2分50秒から3分10秒の間で、その日によってこう茹でる時間が変わるんですよ。麺が乾麺じゃなくて生の麺なんで、その日の天候とか気温とかそういうものによって結構左右されるんですよね。なのでだいたい茹で時間が3分っていう感じです。そのくらいシビアな生麺なんで、だいたい提供されたら1分以内には一口目を食べてほしいっていうのが本音ですね。ポポラマーマのパスタはうまい、めちゃめちゃうまい、懐かしい、うん、そんなことを言いながらあっという間に食べました。そして先からなぜかスタッフさんと親しく喋ってるんですが、実は私、函館 YouTube の店長は昔々こちらのポポラマーマで働いていたことがあります。なので10年以上経っても未だに仲良くさせていただいてます。いや、本当懐かしいな。ああ、ポポラマーマの味が懐かしいのはもちろんなんだけど、もともとね、実はね、ポポラマーマで働いてたんですよ。なので、とても懐かしいです。ごちそうさまです。美味しかったです。あそこにいるの？うん？あそこにいるんですか？お店？お店？うん、店持ち。お店はお店で出てる。出てる、出てる、出てるんだよ、ね、うん、今日も出るし、すごい頑張ってるね。